今回は、王座戦の準々決勝の後を見ていきたいと思います。白番が河野九段、白番が一力棋聖ですね。いやま王座への挑戦権を争っているわけですけど、いよいよ準々決勝ですね。でここで低くね、かかっていきましたね。で、白も低くかかるということで、まあ、最近、急に、 高くかかる手が激減してますね。やっぱり高くかかると、黒から付け引く手が相当有力ということですね。まあ、黒が低くかかってきてもコスミつけて、白も隅受けるということで、まあこれで互角とされているわけなので、 まあこれよりも、付け引きの方が隅の字が、隅の確定字多いわけですから。なおかつ、付け引きは、これちょっと隅味悪い意味もあるんですけども、付け引きは味がいい確定字なので。ということは、付け引きがもう定石ではないっていう可能性があるわけなんですよね。 なので高く書かかる手がね激減してるのかなと思いますね。でここまで互角の布石ですね。まあ白もねこれ字を頑張る打ち方してますよね。ここまでの展開は 白が4隅取る展開ということになりましたね。最近実利重視の傾向、かなり強くなってますね。宇宙流で勝つのが、かなり難しいんですよね。トッププロでは。これは振り返りになりましたね。黒が隅と。 で、白が三目取ってということですね。で、ここで、この手が冷静な消しの一手でしたね。右辺どこまで踏み込むかっていうことなんですけど、これ一番冷静ですね。ここの黒の線の ちょうど中心のところにね、これより深く、この中心よりも深く行くと危ないんですけども、外側なので、これなら取られることはないですね。え、黒も上から来たので、白も踏み込んでいきましたね。受けるの不満ってことですかね。受ければ硬いんですけど、これであれば硬いんですけど、 うん、ちょっと不満ってことですかね。ここ上から攻めてきましたね。やっぱ受けるのがね。うん、まあ不満なんですかね。跳ねつぎが大きいんですよね。意外と。この受けると跳ねつぎが大きくなっちゃう。隅、えー、じゃなくて右辺確定時にしようと思ったらまた受けないといけないんですよね。 このハネツギに対して受けないと、じゃあ抜くと、また白からここ挟みつけてきまして、頑張ると動き出されるんですよね。まあ、次ぐらいですかで覗き決められて、隅ぐらい打たれてね。また右辺のね、黒字もだいぶ減りますよね。うん、まあ、だいぶ減りますね。 まあだからちょっと受けてられないってことですね。ここの羽がね、大きいということで。で、つけて、引きました。引きぐらいってことですね。なんかもっと強い手があればいいんですけど、例えば羽ネ出しとかあればいいんですが、これ逆の方、出られて。分断してもこれで、この白ちょっと取れないんですよね。 なかなかちょっとこれは取れない形ということで。で、こうやって。まあ、これで白はもう突き抜いて。まあ、連絡形ですかね。もうちょっと取れないですね。まあ、ただ一応黒も右辺の字は減ったんですけど、隅白字だったところ黒字になりましたので、 振り替わりになりましたね。これであれば黒は損して、損はしてないですね。いい分かれかなと思いますね。なので白もまたね、左辺できましたね。白が序盤4隅取ってたんですけど、振り替わりでバランス取っていくっていうのが面白いですね。 今度は左辺打ってきましたと。で、黒もまた隅取ってね。で、ここで跳ね出し面白い手でしたね。で、黒も分断して。こういう形になりました。これ面白い打ち方でしたね。跳ね出しが面白いんですよね。え 単に桂馬だと、一番普通の手なんですけど。単に桂馬が。これが、白が跳ね出し打たないと逆に黒から打たれるんですよね。このぶつかり先手なので、次につけるような手とかありますから、なのかな。桂ぐらいなんで。この形が不満ってことですね。実戦との比較で。 プロが真ん中厚いってことですかね。この形よりも実践の形の方がいいという判断ですね。で、ここでケーマ。この感覚がね、えー、トッププロの感覚でしたね。 この黒狙ってるんですよね。なんか強い石に見えるんですけど、見た目はすごい。白石捉えてますし、強い石見えるけど狙ってるんですね。で、ここまで互角の形成ですね。50%ということで。お互い握手打ってませんので、 相当レベルの高い戦いをしてますね。で、これは隅を受けないといけない,いけないですね。受けないと危ないですね。他の手を打ってると、奥手があって、隅危ないですね。無条件ではちょっと生きられませんね。生きられて、下がられて、なんかここを打てばね、取れるんですが、 隅の白はね。折れるんですけど、これが先手になって、これも取らないといけなくて。取れるんですけど、放り込まれて、これ全部死んじゃうんですね。スペースが一つしかないので。ここは掛け目にされて、えーと、とってもこれ中手の形なので、これ全滅なんですね。なので、ここに放り込まないといけなくて、 これ、こうという形になってしまいますから。これは、大事件ですね。不条件で、生きれませんから。で、受けないといけないとで、黒もここ切って。で、ここで、白から、最強の一手出ましたね。この手がね、ちょっと気づきにくい手で、えー、逃げ出して、 えー、これね、妙手でしたね。逃げ出す。逃げ出すことによって。えー。真ん中頑張ったんですけど。こちらに打たれて、急にこの左下の黒が危なくなったんですね。めちゃくちゃ強い石に見えたんですけど、急に攻められたんですね。で、こうやって。 ちょっとここ、左下ね、補強しないといけないですよね。なんか、こんな切ったりして頑張ってると、こんな手を打って頑張ってると、ちょっとここ割り込まれてね、ちょっと攻めが結構効くんですよね。ちょっと危なくなってくる意味ありますから。ちょっと急に危なくなってきたので補強ですね。 で、切りを守って。で、これやっぱり補強しないといけなくて危ないので。で、まあ、ここら左下のね、黒。まあ、ここら辺で補強してる間に、えー、真ん中の黒字相当減ったんですね。で、ここで白がポイント取りまして、白優勢の局面になったかなと思います。 で、この後はもうしばらく打たれまして。もうしばらく打たれて。186。で、で、黒を投了して、白の中押し勝ちとなりました。最後、こ争い。右下のこう、こう、争ってる局面なんですけども。で、今、白がコ座打ったところで投了ですね。まあ、これ、次に切るような手あるので、受けぐらいなんですけど、取られて、ちょっと、 この局面的に白が厚い語形なので、甲が勝てない語形なんですね。なので、まあもし誤ってしまうと隅を受けられて、先生判断なんですけど、まあ、ちょっと右下の甲を勝てないと、白がはっきり残るということで、 ここで投了も仕方ないという判断だったかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。